アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年10月5日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2024X3 リーグ第2節、琉球ガーディアンライオンズ対トライスターズの一戦がまもなく行われます。試合開始15時キックオフ予定となっております。現在鶴見緑地はその夜の帳を控える、その黄昏時の中にあります。双方ともその中において、やや日中暑い時間が続いておりましたが、しかしそれが涼やかな状況になり、お互いに全力を出すにふさわしい環境に徐々に整いつつあります。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。本日はホームチームという扱いになりまして、メインスタンド側にホームカラーのブルーのユニフォームをまとっておりますのが、沖縄から参りました琉球ガーディアンライオンズです。創部は2020年、まさにコロナ禍ただ中という状況にメンバー5人で結成されました。沖縄でアメリカンフットボールを普及させ、そして当時のその閉塞した状況を打開したいという思いから募りまして、アメリカンフットボールのチームを発足させたチームでもあります。そしてそれを沖縄全体に、そして沖縄のエネルギーを日本全土に向けたいと思いから、 X リーグ参戦をそのまま決めた形になっております。2022年から正式に加盟しまして、以来 X3 に参戦し、さらに上に高木にある X2 目指さんと今季も挑んでまいりました。3シーズン目に入ります。今シーズンまさにようやく陣容を整いまして、その祈願整えんと、この鶴見緑地の地に進んでまいりました琉球ガーディアンライオンズが本日の一つの対戦チームとなります。それに応じる形で対戦しますのが、本日はアウェーという形でバックスタンド側に陣取っており、アウェーユニフォームのホワイトをまとっているのがトライスターズです。こちらは1974年、当時在野にありました芦屋の方でアメリカンフットボールが好きな3人が集まりまして、芦屋トライスターズとして発足しました。楽しむアメリカンフットボールをその標榜としまして、当時はプライベートリーグに参戦していたチームでもあります。後に並行して X リーグに参戦し、現在は X リーグに専念する形で長年関西においてその名を轟かせておりますクラブチームになっております。その出資の関係上、長きにわたりましてノンスポンサードを貫いている形になっております。しかしそれに純粋にアメリカンフットボールを愛好し、そしてアメリカンフットボールの経験の有無問わず、アメリカンフットボールに挑戦したいものを招き入れるという風土が出来上がりました。またアメリカンフットボールに参加できないものにもできる限りアメリカンフットボールを広め伝えたいという思いから、病室とフィールドをつなぐという、ホスピタルフットボール活動にも参加、そしてそのアメリカンフットボールの普及を病室のその長期にわたる入院している子どもたちにも伝えんと奮闘しているトライスターズです。関西において、それほど多くの人にはご存じないかもしれませんが、関西においては本当に名前が通った、そして栄誉あるクラブチームが本日の対戦相手となります。早速チャット欄のメッセージありがとうございます。町田浩二様、さあ頑張って。おそらく、町田様は、長く、琉球ガーディアンライオンズ応援いただいてますので、本日も琉球ガーディアンライオンズに対する応援メッセージというふうに読み取らせていただきます。ありがとうございます。さあ現在の状況からしますと、両チームとも、初戦を勝利する形になっております。この意味では現時点では優勝候補に双方ともあるというふうに表現させていただいても決して遜色はないといったふうに形になるでしょう。
琉球は長年、非常に地理的に厳しい状況にあるためになかなかその戦力陣容を整えられないというハンディキャップはありますが、今日の試合もその意味では陣容すべてを揃えておられないという点において、その点が果たしてどう出るかという懸念はあります。トライスターズもやはり資金的な面、そしてどうしてもなかなかフットボールに専念できないという状況が選手にはありますので、必ずしも従前とした状況というわけではありません。とはいえ地理的な状況も考えますと、両方ともに面白い戦いになるのではないかというふうに個人的には思っております。トライスターズは長年再建期にあったという感はありますが、しかし今期に関して言いますと、その長年辛抱しまして育ててきた選手がようやく戦力として実らんという状況を感じる、そのような初戦を感じました。この点においても、琉球において多くの、沖縄米軍とも戦いながら磨きを上げてきましたチームと、その双方が戦う点においても非常に面白い一戦となるのではないかというふうに個人的には思わせていただいております。 AK09 さんもメッセージありがとうございます。ぜひ忌憚なくチャット内のメッセージをお願いいたします。YouTube の最近のプログラムの機能としましては、このチャット内のメッセージの多さ、そしていいねボタンを押されているか、高評価ボタンを押されているかといった、そういった素要素が、他の方々にこのライブ配信や投稿している配信をご覧いただく大きな要素になっているというふうに聞いております。できる限りこの領友たちの戦いぶりを多くの方々にご覧いただくためにも、できましたら忌憚なくメッセージご協力をよろしくお願いいたします。さあ、長々語りましたが、両チーム首脳陣招き入れられまして、これより試合開始の時を迎えます。これより両チームによりコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのがホームチームという扱いになります琉球ガーデンライオンズ、奥側にアウェイという形で配置しておりますのがトライスターズです。さあ、このコイントスの間に X2、X3 リーグ合同企画で作成されましたアメリカンフットボールの1分間のご紹介動画を流させていただきます。協会で作成されました、アメリカンフットボールのご紹介動画を流させていただきました。後ほど配信の際にもこれを順次ましてアメリカンフットボールをご紹介しながらアメリカンフットボールの配信をさせていただきます。コイントスの結果、トライスターズがリターン、キックオフ、琉球ガーデンライオンズリターンという形で試合が始まる形になります。両チームサイドラインで激を飛ばしまして、これより試合開始の時に移ります。まずはトライスターズがキックオフする形でこの試合は始まる形になります。トライスターズキックオフを務めますのは13番の中塚です。森の宮医療大学出身のプレイヤーです。学生時代はアメリカンフットボールの経験はございません。しかし、本来はトレーナーとしてトライスターズに参加する予定だったというふうに聞いております。しかし学生時代に経験しておりましたサッカーのその見学を、監督の伊橋に見染められまして、アメリカンフットボールに挑戦。現在は X3 でも名だたる名キッカーパンターとして活躍しております。対しまして琉球ガーデンライオンズはリターナーに29番と39番を配置する模様です。29番は中村、城西大学出身、33番は藤本、大阪経済大学出身のプレイヤーです。
アヤ・エドワーズさんのメッセージありがとうございます。いつも生配信ありがとうございます。沖縄から応援できることを嬉しく思います。 RGR 頑張れ、琉球ガーデンアンダーヨンズのメッセージですね。ありがとうございます。さあ琉球リターンに入ります。これはトライサーズナイスタック。カバーチームに入っていた8番が素晴らしいタックルをしまして、このリターンを阻止した模様です。しかし琉球自陣20ヤードからの攻撃という形に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーデンライオンズの攻撃、自陣20ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずパスから行きました。左に展開しておりましたワイドレシーバーにヒッチパスを投じ、そこからキャッチアンドランを図らせました。これを取りました29番、相手タックルを弾き飛ばす、素晴らしい突進見せまして、約9ヤードのゲインを果たしております。タフなキャッチを決めましたのはガーディアンライオンズの29番の中村でした。城西大学出身です。この結果琉球9ヤード進み、セカンドダウン残り1ヤードの状況に変わっています。さあこのパスも通った、パス成功、琉球ファーサー。ここで琉球は中央を切り込んだワイドレシーバー3番にパスを通しました。密集点で3番見事にこれをキャッチしまして、攻撃権更新になっております。琉球ガーデンライオンズファーサー。見事パスを投じたクォーターバック7番が藤原、1番松花大学出身のバイスキャプテン、取りましたのは3番の池口です。日本大学出身のプレイヤーです。さあトータル10ヤードを超えましたので、琉球は攻撃リセットして1回目に戻っております。琉球自陣35ヤードからのファーストダウン10。さあ再びパスプレー、これも決まりました。ランをフェイクしまして、右に展開していた28番にパス、これをキャッチして28番、右オープン展開し、攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター。今度はワイドレシーバー28番のヨミネがキャッチして攻撃権更新になっています。東京国際大学出身のプレイヤーです。さあ着実に前進する琉球、ボールオン自陣46ヤードからのファースターアンテン、ここでホイッスル。さあ審判団状況を再チェックしております。ダウンインジケーターの訂正誤りました。ファーストダウン10の状況で試合再開です。現在審判団状況の再確認をしております。しばらくお待ちください。先ほどプレー攻撃権更新には至っていなかったという判定です。ゲイン9ヤードということで、セカンドダウン残り1ヤードの状況に訂正させていただきます。琉球セカンドダウン残り1ヤード。さあ中央行った、さらに行く、まだ行くが
ビッグゲイン、ファーストダウン、しかしここでイエローフラッグが投入されております。一旦止まるかと思いましたが、33番そこから足をかきまして左オープン独走、サイドライン駆け上がりまして大きな前進を図りました。しかしこの過程でイエローフラッグ、反則が発生した模様です。審判団がフィール内に黄色いウエストを投げ込みますと反則発生を意味します。さあ果たしてどちらにあった反則でしょうか。まもなくコールされます。オフェンス側にホールディングの反則がありました。相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則が発生していました地点から10ヤード抜体を受ける形になります。しかしトータルでは10ヤードを突破した位置での獲得となりますので、攻撃そのものは前進しましてファーストダウン獲得となっております。さあ反則ありましてゲインは大きく損なわれましたが、しかし相手陣40ヤードから琉球ファーストダウン10。さあ今度はドロープレー、パスに見せかけたランプレーを投入しました。ランニングバック33番密集点に突入しまして約4ヤードから5ヤードのゲインを果たしております。キャリアは33番の藤本です。大阪経済大学出身のプレイヤーです。この藤本の加入で地上戦に非常に大きな安定感が生まれました。琉球セカンドダウン5、2回目の攻撃です。攻撃権更新必要距離5ヤード。さあ密集点入った。地上戦で徐々に刻み込んでいこうとしています。同じくキャリアは33番の藤本でした。しかしそこにトライスターズもディフェンス陣群がありまして、なんとか攻撃権更新を阻んでおります。琉球ガーデンライオンズサードダウン3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離3ヤード、ボールオンは相手陣38ヤード。ナイスディフェンス。この距離をランプレーによる突破を図りました。しかしそこに、トライスターズ66番でしょうか、そこに踊りかかりましてこのランを阻止、フォースダウンに追い込みます。見事に対応しましたのはトライスターズ69番のです、大谷です。大阪電気通信大学出身のプレイヤー、ここで素晴らしい仕事をしました。さあ琉球フォースダウン残り1ヤードプレーをします。フォースダウンギャンブル、このワンプレーで攻撃権更新を図ります。さあ2失点いった、判定どうか。攻撃権更新になっておりません。この1ヤードランプレーで突破を図りました琉球、しかしトライスターズ踏みとどまりまして、この攻撃権更新ならず、4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻撃権はテイクオーバー、変わりましてトライスターズに変わります。さあ琉球の攻撃を踏み止めましたトライスターズ、ボールオン自陣36ヤードから今度は攻撃に入ります。琉球失礼しました、トライスターズファーストダウン10。パス不成功。ここでトライスターズまずパスから入りました。しかしそのパスを投じる上を琉球ディフェンスプレッシャーかけまして投げさせない状況に追い込み、パス失敗に変えております。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。これを使いまして相手の裏を取らんというトライスターズの選択でしたが、これは封じられました。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてトライスターズセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。
ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ審判団から反則があったという形でイエローフラッグ投じられました。果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという反則です。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。ボールを止めている1秒間の静止がプレー開始前に求められます。これを保てなかった形で5ヤード抜体となりまして、セカンドダウンやり直しです。トライスターズセカンドダウン15の状況、ボールオン自陣31ヤード。さあここでフルバックにボールを持たせまして、中央密集点にダイブプレーを投入しました。確実に早いタイミングのランプレーで3ヤードを獲得する形に成功しています。キャリアとなりましたのはランニングバック5番の石塚でした。大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トライサーズサードアンド12。さあ12ヤードの突破が求められるこの状況、トライサーズどのようなプレーを行使するでしょう。ここはクォーターバックスクランブルを選択しました。パスを投じようとしましたが、しかしディフェンスのカバーありと判断し、直前でクォーターバックスクランブル、緊急発進のランプレーを展開しました。しかしこれは琉球ディフェンスがカバーしまして、ゲインは3ヤードにとどまりフォースダウンと変わります。このあたりクォーターバックの木田も非常に判断厳しかったと思います。木田は三田翔成高校出身のチームキャプテンです。トライサーズフォースダウンナイン、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。このパントは琉球陣の30ヤード付近で外へ出ましたので、この位置での攻守交代となりますが、しかしここでイエローフラッグが投じられております。さあこのパントのシチュエーションでどうやら反則が発生していた模様です。さあ果たしてこれはどちらのチームの反則でしょうか。ランニングイントゥザキッカー、パントを蹴り終わった選手に対する接触があったという反則です。クォーターバックを言うパンターのように投げる蹴るといった動作をする選手は非常に危険な状態になるため、そのアクションをしている最中に接触してはいけません。先ほどは軽微な接触、触れたという程度としまして、その反則は5ヤードの罰則という形になります。従いましてトライサーズは5ヤード進んだ格好でフォースダウン、パントのやり直しというフォースダウンのやり直しという形になります。トライサーズ状況は若干有利になりましたが、しかしここはパントによって陣地挽回を図ります。パントフォーメーションを取りました。
のパントは走りながらのパントのため大きな対空距離は出せませんでしたが、しかし琉球陣の23ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー攻守変わりまして、琉球ガーデンライオンズに攻撃移ります。さあ今度は琉球の攻撃に変わります。先ほどの攻撃シリーズは結果的には得点に結びつけれませんでしたので、このシリーズが重要になってくると思われます。琉球自陣22ヤードの位置からのファーストダウン10。さあまずランプレー、ランニングバックにハンドオフをしまして右オープン展開を図りました。キャリアは33番、これに対してトレッサーズは17番26番が殺到しまして、このランを4ヤードのゲインでとどめております。しかしそのタックルを跳ね抜けまして見事ゲインを果たしましたのは琉球ガーデンライオンズ33番の藤本でした。大阪経済大学出身です。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン6。パス不成功。ここでクォーターバックになればプレーアクションを組みまして中央切り込んできた29番にパス、しかしタイミングが合わずパス不成功になっています。前パス失敗ですのでダウン変わりましてサードダウンに変わります。さあこの6ヤードの突破がこのワンプレーで求められます。琉球ガーデンライオンズサードダウン6。不成功。クォーターバック7番プレッシャーある中、しかしそのカバーを川さんと右に流れて中央縦上がりました。3番にパスを投じました。しかし3番逆コースになった結果これを取ることができずパス成功になりフォースダウンとなっています。琉球フォースダウン6、パントフォーメーションを取ります。パンターには50番が入っています。琉球のパンターは50番の高見沢です。明治学院大学出身のプレイヤーです。さあここでプレーが終了しましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型を用いました。アメリカンフットボールには最前列のラインマン、バックスの人数に制限があります。これを守らないでフォーメーションを組みますとイリーガルフォーメーションとなり5ヤード抜体となります。従いまして琉球5ヤード下がってフォースダウンやり直しです。同じくパントフォーメーションを取っています。さあ今度はトライスターズリターンに入る。リターナー34番ダッシュをかわしながら右オープン展開を図りましたが、しかしこれを琉球がカバーしまして結果的にはトライスターズ自陣41ヤード付近を確保する形でトライスターズの攻撃に変わります。攻撃権変わりましてトライスターズに攻撃権変わります。
さあ攻撃に変わりまして、今度はトライサーズの攻撃に変わります。トライサーズ自陣41ヤードからのファーストダウン10。さあまずフルバックのランプレーを投入しましたが、これは琉球阻止します。このランプレーの前進を阻みましてノーゲインとしています。力と力の勝負といったそのようなワンプレーでしたが、まさにオフェンスラインマンディフェンスラインマンのパワー勝負といった形のワンプレーは、ここはまずは琉球が封じたという格好になっています。トライサーズセカンドダウン10。パスは成功。クォーターバック上番15番ディフェンスラインマンが殺到する中、それをかいくぐりまして右に展開していた9番にパスを通しました。しかしコース乱れたため厳しい状況ですが、しかし9番キャッチしまして約2ヤードのゲインとしています。キャッチしましたのは9番の太田でした。南山大学出身のプレイヤーです。今季復帰しました選手でもあります。トライサーズサーダン8。さあランプレー行った。しかしこれは琉球止めます。ここでランニーワーク41番にハンドオフしまして中央突破突進を図りましたが、最前列のフロント7、これを封じまして琉球フォースダウンに持ち込んでおります。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。そしてここで第1クォーター終了となっています。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ、トライサーズともに無得点という状態で第1クォーター終了。これより攻守方向を変わりまして第2クォーターに移ります。